アイです。あかりだよ。顔全体のクオリティを上げたい。目をキラキラさせたい。何の呪文で生成できるの？アイチ、教えてちょうだい。闇雲に顔や目に関する呪文を入れて画像生成しても、目が崩れていたり、表情がうまく表現できなかったりする場合があります。これらは最適な呪文をうまく入れていないと、理想的な質の高い画像生成をすることが困難だったりします。イメージした通りの結果にするために動画内では、目や表情など顔全体に関してクオリティを高くするための呪文を一覧にしてまとめたので、参考にしてみてください。まず最初に顔全体のクオリティに関わる呪文から紹介していきます。ディテイルドフェイス。ビューティフルディテイルドフェイス。ウルトラディテイルドフェイス。エクストリムリーディテイルドフェイス。ファインリーディテイルドビューティフルフェイス。こちらはすべて比較した結果です。どれもすべてよく見えるね。何度か生成して特に質が良かったのが、ウルトラディテイルドフェイスかなと感じます。顔全体の質を良くしたいのであれば、ディテイルドフェイスを入れた方が良い結果になりやすいです。これらはモデルによってクオリティが良くなる呪文が異なる可能性もありますから、すべて試行錯誤して良かった呪文を採用しましょう。次は目に関する呪文について紹介します。キュートアイズ、パフィーアイズ、ディテイルドアイズ、ビューティフルディテイルドアイズ、ディープディテイルドアイズ。こちらは全体の比較画像になります。どれも可愛い目をしているから迷うよ。おすすめとしてはキュートアイズ、ディテイルドアイズになります。全体的にディテイルドを入れた呪文はクオリティが高くなる傾向にあります。ウインクさせる場合は、ワンアイクローズドかウインクの呪文を入れましょう。両目を閉じらせたいときは、クローズドアイズになります。スパークリングアイズを入れることで、キラキラな目になって綺麗になるのでおすすめの呪文です。ヘテロクロミアの呪文を入れると左右の目の色が違くなります。次は口に関する呪文を紹介します。歯を牙にしたいならファングスの呪文を入れましょう。カッコファングスコロン 1.2 カッコ閉じるにするとより牙になりやすいです。口を開けさせる場合はオープンマウスを入れましょう。口を閉じさせる場合はクローズドマウスの呪文を入れましょう。クローズマウスでは生成確率が低い、または反映されません。舌を出したい場合はタングアウトの呪文を入れましょう。次は表情に関する呪文を紹介します。無表情にさせたい場合はエクスプレッションレスを入れましょう。クローズドマウスと組み合わせるとより良い結果になりやすいです。喜ぶ、幸せにさせたい場合はハッピーの呪文を入れましょう。オープンマウスを入れるとより幸せな表情になる結果が得られます。笑顔にさせたい場合はスマイルの呪文を入れましょう。ホワイトティースを追加して入れることではにかみます。怒った表情をさせる場合はアングリーの呪文を入れてください。オープンマスを追加するとより怒っている感じになります。悲しい表情はサッとを入れましょう。泣く表情をさせる場合は暗いの呪文を入れましょう。暗い、シェッドティアーズ、シャウト、クローズドアイズの呪文を入れるとより泣いている感じになります。怖がった表情をさせたい場合はスケアードの呪文を入れましょう。シャウトも追加するといいです。恥ずかしがる表情をさせる場合はシャイの呪文を入れましょう。次は耳飾り、ピアスに関する呪文を紹介します。フラワーイヤリングスを入れると花柄のピアスをつけさせることができます。ダイヤモンドイヤリングスの呪文ではダイヤモンドのピアスになります。スターイヤリングスの呪文では星柄のピアスになります。ハートイヤリングスではハート柄のピアスをつけて、おまけに目の部分までハートになるのでいい感じになります。サークルイヤリングスの呪文では円形のピアスをつけます。ピアスの呪文では例えば
フラワーイヤリングスの呪文を入れると花柄のピアス以外に頭に花飾りをしていたりと他の場所にも影響を受ける場合があります。対処法としてネガティブプロンプトに頭の花飾りを省くためのフラワーヘッドの呪文などを入れましょう。それでも消えない場合はカッコカッコフラワーヘッドコロン 1.3 カッコカッコ閉じるなどカッコを追加して強調したり、数値を 1.2 から2の範囲で設定したり、一番先頭に呪文を配置するようにしてみると省きやすくなるので参考にしてみてください。まとめです。顔全体の質を良くしたいのであればディテイルドフェイスの呪文を入れることでクオリティの高い画像生成ができるのでおすすめです。目に対するおすすめの呪文としてはキュートアイズ、ディテイルドアイズになります。全体的にディテイルドの呪文はクオリティを高くするのでぜひ使用してみてください。以上で顔全体に関する呪文について解説しました。アイジェネでは生成AIに関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。 AI グラビア、 AI イラストでお金を稼ぎたい人は概要欄に貼ってある URL で解説していますので、興味がある方はぜひ読んでみてください。ご視聴ありがとうございました。